ゲリコはアルゼンチン海軍が購入したデスティエンヌドルブ級通法官の一隻。ドゥルモン級コルベット2番艦。艦名は三国同盟戦争で活躍したマルティン・ゲリコに由来する。もともとは南アフリカ海軍向けに建造されたが、国際連合によるアパルトヘイトに対する制裁措置として輸出が差し止められた。アルゼンチンは地理と緊張が高まっている中で、 行き先を失っていた本館とグッドホープに目をつけて購入した。本館は当初トランスバールと命名されていた。歴史上でも珍しい不評の装備により撃破されたことのある官邸でもある。ゲリコは DCN ロリアン交渉で建造され1976年10月1日に寄港、1977年9月13日に浸水。 1978年11月9日にアルゼンチン海軍に編入される。アルゼンチン海軍に編入の後、プエルトベルグラーの海軍基地の水上艦隊司令部第一コルベット戦隊に配属されて、P-2 の看板号が割り当てられ、1978年11月24日に運用が開始された。その後エスポラ級コルベットの導入に伴い、 1985年に、看板号が P-32 に変更された。第一コルベット戦隊に編入以来、様々な演習に参加している。代表的なもので、ウニタス演習、グリーンゴガウチョ演習、アトラソル演習、パセックス演習、ゴス演習、フラテルの演習がある。1978年、ピクトン島、レノックス島 ヌエバ島の領有権をめぐるアルゼンチンとチリの係争は1978年にエリザベス2世の仲裁がなされるもアルゼンチンはこれを不服とし両国の関係は緊張状態にあった。そしてアルゼンチンは主権確保を目指して1978年12月22日に軍事行動を実行すべく準備に移った。編入間もない本館は V-2 ベンティシンコデマヨの護衛のために、P-1 ドゥルモン及び42型駆逐艦と、共に紛争海域への派遣準備に取りかかる。1978年12月21日夜、軍事行動の開始は、不可避と見られていたが、強行ヨハネ・パウロ2世の仲裁により、紛争地帯に大部隊を展開させないことに、両国は合意し、事態は、収束に向かう。 準備1982年3月26日、ゲリコは、プエルト・ベルグラーの海軍基地のカンドックに、入り整備中で、弾薬、燃料は搭載していない状態であった。同日午後になると司令部から、稼働状態にすべしとの命令を受け、直ちに、復旧作業を開始した。整備作業は中断され最短時間で、 出撃準備を済ませ、40名の海兵隊員を乗せた裁、砕氷艦、B-1 バイアパライソの支援をすべく、サウスジョージア島を目指すこととなる。同月29日夜間、本艦は探知されることを防ぐべくプエルト・ベルグラーの海軍基地を温密裏に出港する。4月1日、バイアパライソに登場をしていた、上陸部隊は A 部隊と B 部隊に分かれて、 第60.1任務部隊を構成し、グリトビ県の占領と民間人を統制する任務を追っていた。4月2日、本館は激しい嵐に愛目氷点への到着は遅れた。一方、バイアパライソはカンバーランド湾の偵察を開始していた。部隊は白母が過ぎるまで湾外にいた。戦闘3日、バイアパライソは黎明と同時に、 部隊の行動を開始し合わせて燃料の運搬を開始する。部隊とバイアパライソはカンバーランド1及びグワルディアナショナル1への侵入を完了した。一方、レーダーの反応により前月25日に帰港し30日に出港していた再評艦エンデューランスが近海にまだ展開している可能性が疑われた。イギリス軍は有利な地点を占いくらいしていたため、 バゴ隊員率いる部隊は入江に侵入した。数分後、バイアパライソから発艦したエ三百3 3 2プーマにより、海兵隊部隊を展開させ先端が切り開かれた。このまま入江への浸透を続行し、キングエドワード・ミサキに侵入した。イギリス軍の反撃によりプーマは撃墜され、上陸した海兵隊を支援するため、本艦は1155時に、 右弦の2 0ト、mm、ル機関砲で病院付近を射撃した。イギリス軍が潜んでいると目される警告へ向けて4 0ト、mm、ル機関砲での射撃命令を受け、数回射撃するも効果は薄かった。さらに1 0 0、mm、トル砲で警告を攻撃するように命令を受けていたが目標に近すぎたため、イギリス軍の自動小銃と迫撃砲の火星下から出る必要があった。 1159時に対岸550メートルの位置から発射されたカール・グスタフム反動砲の対戦車榴弾が命中。電装ケーブルが切断され、エグゾセランチャーと40ミリメートル機関砲、100ミリメートル砲のマウントが破損、乗員6名が負傷した。このままでは自衛戦闘が不可能になると予測し、火事を切り換を港に向け最大戦速で入江から離脱するも、 反対側も攻撃を受けた。この際に 40mm 機関砲の捜査員が機関砲を射撃し、イギリス軍は降伏の信号を発した。火星圏から離脱した後に 100mm 砲の修繕を開始、その後海上に向けて死者したが性能は低下していた。5日、輸送艦 B-8 イスラデロスエスタードス、A- サンフランシスコドグールチャガと共に、 燃料の補給を受ける。10日午前に、プエルト・ベルグラーの海軍基地に寄港する。寄港後直ちに昼夜観光で修理を済ませて、4月16日に修理が完了し、コルベットで構成される第79.1任務軍に編入され、P-1 ドゥルモン、P-3 グランビーレと共に、近海で紹介活動に従事する。4月23日、 プエルト・ベルグラーの海軍基地にて給油とコンポーネントの修理を行い25日に復帰した。紛争終結までの間、継続的な紹介活動は、港湾の入り口付近が中心であった。1993年、国際連合安全保障理事会決議841、873、875、93に基づき、配置における、 民主主義回復を目的としたタロスに作戦参加することとなり、1994年1月24日に特別訓練を開始、3月18日にプエルト・ベルグラーノを出港した。4月4日にプエルトリーコに到着し、ルーズベルト・ローズ海軍基地を拠点とした。作戦中には合計8回の紹介活動を実施した。 作戦は無事終了し1994年10月1日にルーズベルトローズ海軍基地を出港した。同月21日にプエルトベルグラーの海軍基地に寄港する。2000年に所属部隊が大西広見軍管区の海洋哨戒船隊に変更され、マルデルプラタ海軍基地に配置替えとなった。これにより従来の水陸両用船部隊や潜水艦部隊を呼び、 海軍航空隊に対する訓練支援以外に、排他的経済水域における、広域警備が大きな任務として求められ、違法漁業の摘発などに従事している。2009年時点においては、海洋紹介船隊に属しマルデルプラタ海軍基地に母校を置く。ありがとうございます。